土岐市の中心部。ここに創業44年の人気寿司店があります。美濃寿司。店をよく利用するというお客に話を聞いてみました。平成元年からずっと、ね、平成元年からやったね、うん、でも30年近くです。そう美味しいよね、新鮮ですね。いや、ここいいですよ、はい、文句なく。そんな美濃寿司の看板メニューの一つがこの飛騨牛の握りです。ローストビーフにした A5 ランクの飛騨牛を塩でいただきます。口の中で溶ける感じ美味しかったです美濃寿司の大将が寿司職人歴52年の市川幸正さん70歳です。ものすごいグラボとして飛騨牛握りのこだわりを教えてくれました。1300円から1400円ぐらいの値段で、売ってる商品なんですけど、刺しの入ったすごい高級な場所なんですよね。寿司で言えば大トロかな、そういう感じ。塩もこだわっておりまして、文字塩という塩を使うんですね。塩水に海藻を入れて、海藻を煮立てて食べる塩なんですよ。塩っぱくない。こだわりは寿司には欠かせないこれにも。静岡県の個人でやってるとこから仕入れてんですよ。粘りが違う、香りもいい。お客からお金がもらえないものにこだわる。ガリ、水、醤油、わさび、まあそのをどういう付加価値を高めるかってことが大事で、いいマグロを買ってきて握りはうまいに決まってますよね。でもそれをよりうまくする努力をするのがプロやし。さらに店の地下には魚津のお米を富山コシヒカリを使わせていただいて、春夏秋冬がありますんで、適一定の温度熟度でクーラーをつけてお米に負担をかけないようにしてますね。米粒は小さいけど凝縮されて味が濃いという、それでコシがあって粘りがある。米が良すぎて富山コシヒカリの新米だけでは粘りすぎちゃってよ、あのシャリになりませんので、粘ってしまうと膜が張って米と米の間に、それが空気が流れないんで酢がうまくいく届かないっていうかな。わざわざ狛江を作り、狛江を2割3割入れて、空気を流れるようにします。しかしそんな数々のこだわりも店に来てもらわないことには水の泡。そこで市川さんの息子で2代目の和幸さんが始めたのが店のホームページ。スマートフォンなんかが全盛になるちょっと前なんですけど、やっぱりこういうのが今の時代には必要だと思ったんで、まあ、あんまりよそのお寿司屋さんなんかやってなかったですけど、まあ、いち早く取り入れた感はあります。うちの店に来たことないお客さんがこれを見て来ようと思うかどうかという判断をするものだと思うんですね。シャリとわさびと、まあ、ネタのこともそうですけど、お店に来なくてもこだわりがなんとかホームページから伝わるように。うちの大将はそう昔からの人なんでね、インターネットとかスマートフォンというのはわからない人だったんで、そういうのをこう説明するのがすごい時間かかりましたし、まあ、喧嘩もしましたし、はい、まあなんとか説得してこうホームページ作らせてもらいましたけど、うん、まあ今は作ってよかったと本人もおっしゃってるんでね、よかったですけど、はい。また地元のフリーマガジンも積極的に活用して情報を発信。毎月さまざまな企画を告知して集客につなげています。回転寿司の台頭などから店の数が激減している対面式の寿司店。そうした中、美濃寿司の成功への分岐点はどこにあったのでしょうか。ターニングポイント。売上も落ちる分もすごい落ちましたし、半分以下になりましたね、年商売上が。ここまで落ちるかと思わなかったですよね。美濃寿司がいいって言われたら結構3代にわたって来て待ってるお客様があるんで、とにかく
お宅のシャリは全く美味しいって言われることも多々あるんで、基礎をきちっとやって頑張ってれば、本当に頑張ってればなかなか古い身の目にかけられても落ちることはないし、うちの息子が帰ってきてからは、まあ僕と考えが違うのが良かったのかなと今思ってるんですが、百何十万と後ろ抜けるような金額でぶち込んでホームページを作りました。ちょっと僕がついてけんとこあったんですけど、まあそういうこともこうそうしたのかなと。江那市にある寿司店、昨日の午後、市川さんと同じ岐阜県内の対面式寿司店の経営者や報道陣などが集まっていました。そこにあったのは飛騨牛握り。県内各地の寿司店およそ20店が県を代表する寿司ネタとして飛騨牛握りをブランド化し売り出すことを発表したのです。市川さんはこのプロジェクトを中心メンバーとして進めてきました。発表会にゲストとして参加した江那市の小坂市長は、海の寿司じゃない山の寿司のがいいですね、はい、ぜひ見たいですね。果たして飛騨牛握りが県内の寿司店を救う起爆剤となるのか注目されます。寿司屋自体の衰退、これをやっぱり何とかして元に戻らんにしても、次の時代に、バトンタッチできるような環境を少しでも作っていけば、2代目3代目がやってくれるんじゃないかと。もう世界に冠たる食文化の最高てっぺんにいるのは寿司だと僕は信じてますし、本気で思ってるんで、やっぱしそれを大事なとこきちっと伝えていく、そしてそれを応用多様化していくのが分かるんだけど、全ての原点を捨てて寿司っていうのはありえないな、僕としては、環境の変化は激しく、日本の食文化を代表する握り寿司を個人経営する店舗の多くは苦戦を強いられています。大手資本による回転寿司の多店舗展開やスーパーマーケットでの持ち帰り寿司の販売の波に押されているのです。ご覧いただいた市川さんは、徹底したこだわりを持つ寿司職人である一方で、後継者の思いを受け入れ、時代のニーズを捉えて人気の繁盛店を守り続けています。頑固一徹、伝統を守りながらも柔軟な発想で変化を受け入れ、次世代につないでいこうと精力的に活動し続けていることが成功への分岐点になったと言えるでしょう。